ラン DMC はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のヒップホップグループ。ラップとロックを融合した先駆け的存在として知られている。2002年に活動休止。ローリングストーン氏のオールタイムグレーティストアーティスト100において第48位。1980年代初期よりジェイソン・ミゼルとジョゼフ・シモンズ、ダリル・マクダニエルズは オレンジクラッシュとして活動していた。1982年、ランディ MC に改名し、翌年に、イッツライクザットでシングルデビュー。1984年のファーストアルバム、ランディ MC はミリオンヒットを記録し、ヒップホップのアルバムとして初のゴールドディスクを獲得。1985年の主演映画、クラッシュグルーブは全米週末興行収入成績。 第2位を記録するヒットとなった。1986年8月、エアロスミスのヒット曲、ウォーク・ディスウェイをモチーフにした同盟曲が全米チャート4位を記録。アルバム、レイジング・ヘルの売り上げは200万枚を記録した。彼らが着用していたアディダスのスニーカー、スーパースターやカンゴールのハットはオールドスクールヒップホップのヒップホップ系ファッションとして定着している。 1998年3月に、ラン DMCVS、ジェイソン・ネビンスの名義で、It's Like That をリリースし、全英チャート1位を記録。フジテレビ系列で深夜に放送されていた、音楽番組、BE to UK の UK シングルチャートでもナンバーワンを獲得。2002年10月30日、ジャムマスター J が、レコーディングスタジオで射殺され、グループは活動休止を余儀なくされた。 2009年、ロックの殿堂入りを果たす。受賞式でプレゼンターを務めたエミネムは、彼らに敬意を払って、黒のレザージャケット、シャツ、パンツに、黒のフェドーラボーのファッションで登場した。ありがとうございます。